スタートは中山七里の推理小説。映画撮影現場を舞台とし、映画業界のリアルに挑んだミステリーと作品作りのドキュメントを融合したエンターテイメント作品。当初は戦後すぐの時代を舞台にしたものにするつもりだったが、当時の担当から現代を舞台にと言われたことと、2013年公開の映画サヨナラドビュッシーの撮影現場に、 人中見舞いに行った際、映画の原作の他に、連続殺人鬼変える男の感想も多くの人から聞くことができたが、こちらは映画化は無理ですねとみんなに口を揃えて言われたため、よし、それなら自分で作ってやる、と思ったことで、現代の撮影現場が舞台となった。小説内では、最悪の季節というタイトルで撮影が進行していくが、これは、このミステリーがすごい。 対象に応募した時に使っていた連続殺人機帰る男の9代である。著者の中山は無類の映画好きだが、この作品に関しても特に改めて取材はせず、資料も集めず、ひたすら想像で撮影現場を描いた。それよりも話の中心である監督にいかにカリスマ性を持たせるかということに重きを置き、大森監督には中山がすごいと思った3人の 実在の監督の個性を混ぜ合わせて入れ込まれた。単行本の帯には、李重武、八木下ギ一郎、香山二十三郎が推薦文を寄せている。文芸雑誌、ダヴィンチ2013年1月号のインタビューで、中山はこの作品を、広い意味での密室ミステリーであると述べている。くだらないバラエティ番組の仕事ばかりやらされる、テレビ局に別れを告げ、 映画の世界に飛び込んで5年。曲がりなりにも助監督として映画の制作に関われてはいたが、工藤栄一は虚しさを感じていた。この世界を目指すことになったきっかけとなった映画界の巨匠、大森宗春の下で寝る暇も惜しんで映画作りに励んでいたあの頃の情熱は一体どこへ行ってしまったのか。惰性で仕事をし続ける自分にも嫌気がさしていた頃。 1> a 一にとって願ってもない話が舞い込んでくる。3年ぶりに大森総春が新作を取ることが決定し、そのスタッフとして a 一にも及びがかかったのだ。意気揚々と大森の自宅で行われるオールスタッフに駆けつけたが、すでに問題は山積み。制作費を縦に無理やりプロデューサーに名を連ねるデートテレビの連中、そしてそのコネで押し上げられたスキャンダルまみれの女優。 おまけに去年肺炎で入院していた大森は痩せこけており、体調が万全というわけではないらしい。その上撮ろうとしている映画の原作は、病気場面と暴力描写もさることながら、法三39条や精神障害も扱う作品で、関係者の間では映像化は困難とされていたものであった。しかし大森が決めたのなら、迷うことはない。 英一もこの映画に全力を注ぐことを決意する。しかし実際に撮影が開始されてからもトラブルは続出する。撮影スタジオのスポットライトが突然落下し、プロデューサーのソネが全治2ヶ月の大怪我をしたのを発端に台本の最終項がネットに流出したり、作品の内容が精神障害者を不当に扱っていると弁護士が抗議に来たり、 セットの一部が本物とすり替えられて、ヒロインの女優が怪我をしたり、予算の枯渇で脚本変更とシーンの大幅カット、そしてついには殺人まで。監督も吐血して倒れてしまった今、この作品は本当に無事に完成するのか、そしてこの様々なトラブルは一体誰の仕業なのか、数年前に埼玉県で起きた実際の連続殺人事件をもとに、 新米刑事が連続殺人をきっかけにある母子と出会い傷つきながら成長していく様を主軸とし犯人を追い詰めていく過程を並行して描いた新人作家によるミステリー。病気場面と暴力描写も去ることながら精神障害と刑法39条を確認している。原作では小手川を中心に事件が展開していく若い刑事の成長端として描かれていたが、 今回の脚本では小手川が狂言回しとなり、三つの家族の悲劇を描くことに重点が変えられている。愛する者を失った人間の喪失感が新たな像を引き起こし、連鎖していく。そうした人々の内面を追う一方で、受難と救済を描く。核となる部分を温答にするとただのミステリーになるため、映画化は困難とされていたが、映画界の巨匠。 大森奏春によって初めて映像化される。AB 中山七里観光記念インタビュー中山七里映画を自分で作りたいと思うほどおこがましい人間じゃありません。小説宝石2012年12月号公文社316から319ページ。見事なか作家インタビュー映画を作るつもりでこの本を書きました。リーダーストア。 2013年1月2日時点のオリジナルより、アーカイブ、2013年6月27日閲覧。古山祐希、第8回、このミス対象一時通過作品17、最悪の季節中山七里。宝島社、2013年6月27日閲覧。スタート、中山七里。公文社、2013年6月27日閲覧。 書評家、大森むによる2012年11月13日の発言、めくるめく仕掛けに喝采必至。中山七里版、キネマの天地、ダビンチ第225巻2013年1月号、メディアファクトリー、70ページ。AB 実際の連続殺人鬼変える男ではほとんど出番のない人物が最悪の季節ではヒロイン役となっている。ありがとうございます。